What up, guys? どうも、ロサンゼルスからタイマーのことを発信しているブルードリームズことエイジでございます。こちら動画を撮影しているのが6月半ばなんですけれども、皆さん、タイがタイマーを完全に合法化しましたね。タイの皆さん、おめでとうございます。タイはね、日本から飛行機で6時間とかでね、直行便で気軽に行ける、まあお隣の国なので、まあアクセスのしやすさが熱いのではないかなと思っております。で、そんな私もですね、実は7月にタイに行こうと企んでおります。これからタイに行ってみるよっていう、タイに行ってこういうことするよっていう人のためにこう役立つような情報を発信できたらなと思いますので、動画の公開を楽しみにしててください。そしてこっそり始めたメンバーシップの方もよろしくお願いします。今日は何をやっていくかと言いますと、こちらはすべてベイプマニアさんのオリジナル商品でございます。今日はですね、この製品たちをレビューさせていただこうと思います。こちらがですね、 CBD のワックスでございます。こちらが CBD のベイプカートリッジで、隣に並んでるのは CBN、 眠りのカナビノイドと呼ばれている CBN のベイプカートリッジで、こちらがですね、今回新発売になるという CBD のベイプカートリッジなんですけれども、これにはとある秘密がありますので、ご紹介させていただきたいと思います。では早速やっていきましょう。見てください、シルバーのかっこいいパッケージ。こちらですね、フルヘンプと書いてあるんですけれども、ブロードスペクトラムのカナビノイドのリキッドに、なんとヘンプから取れたテルペンを配合してあるとのことなんですよ。だからフルヘンプの文字があるんですね。テルペンがどれだけそのカンナビスの中で大切な役割をしてるかって、なんか知れば知るほど大切な役割をしているんだよね。で、その中でももちろんテルペンとカナビノイドを足すことによって相乗効果が生まれるんだけれども、でもそれ以上にヘンプ由来のテルペンとカナビノイドを足すことによって、だから本当の朝のような、っていうか、まあ本当の朝なんだよね、もうね、の効果を期待できるという人もいるんですよ。なので、もっと本物のアンタラージュ効果に近いんじゃないかなという言い方をさせていただきたいですね。で、アムネジアはあれですね、サティバでちょっとフルーティーな感じの、で、ガールスカウトクッキーズはもうレジェンドなハイブリッドの品種なんですけれども、ガールスカウトクッキーズもね、本当に今あの巷で流行っているたくさんの流行りの品種の親になっているような品種なんですよ。なので、このフレーバーをちょっと試すのが楽しみですね。この箱にはなんですが、 CBD40、 CBN40、で、CBG が5、ヘンプテルペンが15って書いてあるんですけれども、それのトータルが85になるのね、850か。てかね、パッケージがマジかっけえから、この、テクスチャーが違うのとかも超かっこいいもんなぁ、やるよなぁ。これくらいバチクソ気合入ってるのは好きです、私は。で、この割合なんですけれども、ベイプマニアさんになんでこの割合なんですかって聞いたところ、やっぱりこのカートリッジは体感を重視したそうなんですね。で、特にその体感っていうのもインディカっぽい体感を重視したらしくって、この比率っていうのが研究を重ねた結果、一番体感が強く、だけれども、このリキッドが結晶化しないいい比率なんだって。考えられて作られたこの比率に、ヘンプ由来のテルペンが足されてるということで、じゃあもうそんなうんちくはいいんで、吸ってみましょう。あ、ちょっとでも結晶化してるな。でもこの結晶化してるやつはですね、温めれば、こう袋にジップロックに入れて湯煎して温めるとか、あとはこうやって手の中で温めたりとか、あとはちょっと気温が高いところに置いておくとかすれば溶けますんでね。うん、いいね。ではヘンプ由来のテルペンを使ったフルヘンプカートリッジいただきます。いや、全然違うわ。 Oh my god、 全然違うわ。全然違う。まず喉にその来るキック感というのが、ですね、もっとタイマーに近いかも。なんかツイーンみたいな、ちょっと喉にきついのでちょっとずつ吸いますね。それかもっと低温で吸ってもいいのかも。だからこれこそまさしく、なんかライブレジンとかそういうワックス、大麻のね、を吸ってるような味ですね。
わあ全然違うわ、びっくりした。これはちょっとヘンプの匂いが強いから、もしかしたら外で吸うときは少し気をつけた方がいいかもしれない。これ勘違いさせちゃうと思うな、人を。だってすごい、もうタイマーみたいな味すんもんすげえ。あ、でも違うね、やっぱ聞き方が違う気がするな。ではこちら、私が一番気になっているガールスカウトクッキーズです。ガールスカウトクッキーズのリアルなヘンプのってどういうこと？こっちは大丈夫ですね、結晶化してない。いただきます。なんかザ・ガールスカウトクッキーズっていう感じではないけどなんかクッキー系の品種の味がしますね。うんうんうん、この肺に入っていく瞬間の穀物っぽい感じがガールスカウトクッキーズ系の味がします。で、喉へのキック感は喉へのキック感はこっちの方が強かったですね。ガールスカウトクッキーズの方が軽いです。ガールスカウトクッキーズはまあハイブリッドとされてるんですけど、結構ストーニーな、あのゆったり系のハイブリッドなので、私はインディカだと思っていいと思います。これは、おー、でもなんかね、すごい、なんかね、こういう言い方しちゃいけないんだけど、なんか吸った感じが効きそうって感じがしますね、この2つの方が。で、まあこれもやっぱクロート向けなんじゃないかな。ワックスとこれはちょっとクロート向けな気がしますね。はい、ということでですね、 CBN のカートリッジめちゃめちゃ人気なんだって。一番売れてるんじゃないかぐらいかって言ってたよ、あの店長のエリミヤちゃんって子がね。眠れないっていう人がどれだけ多いかということだと思うんですよね。あとやっぱり他のカナビドイドに比べて体感を CBN は得やすい方だと思うんですよ。なので好きな人が多いのかなっていう思ったりもしますね。一番人気だというオージークッシュからまず吸ってみたいと思います。オージークッシュはね、やっぱりタイマの品種としてもめちゃめちゃクラシックな、本当ボディハイを求めるならインディカで、2なら OG、 まず OG 吸っとけっていうところはあるのでね、なんかね、こう裏切らない範囲が多分いいんだと思うんですよね。カートリッジこんな感じです。で、箱にはですね、アイソレートカナビノイド CBN って書いております。で、入ってるのはアイソレートの CBN とテルペンオイルだけなんだって。で、これは 1ml 入っていて、42% の濃度なので 420mg の CBN が含まれているということで、その数字をチョイスするところも粋ですね。では、オージークッシュ吸ってみます。いただきます。おお、なんかね、爽やかなね、ベイブマニアさんはね、テルペンがいいんだよね。テルペンが強すぎないんですよ。かといって弱すぎないっていうか、出すときはなんかちょっと森林みたいな、それがあのオージークッシュの松っぽい感じだと思うんですけど、テルペンが入ってることによってどういう範囲になるか、どういう体感になるかっていうのが決まってくるので、やっぱりオージークッシュリラックスしたいときとか、ちょっと角を取りたいときとかはいいと思います。うん、次はですね、テンションぶち上げたいならこれと言わんばかりのグリーンクラック吸ってみたいと思います。 CBN って眠くなるじゃん。で、グリーンクラックってサティバの中でも結構もうスッパーンっていうタイプのサティバだから、それを合わせた時にどういう、なんだろう、効果を期待できるのかなとか今日考えてたんですよ。多分ヘッドハイもちょっとあるから、昼間向けとかかな。でも寝る前に吸っても寝れなくなるっていうことはないと思うんだよね。グリーンクラックにはですね、マンゴーにも含まれるテルペンのミルセンというものもしっかり含まれているらしいんですよ。グリーンクラックって、クラックってあの覚醒剤って意味だからね。なんかちょっとグリーンクラックってなんかすごい名前だよね。いただきます。おぉ。グリーンクラックや。最後に甘みがふわっと。
フルーティーさがあってちょっと喉にキック感がありますかね。で最近キック感っていう言葉覚えたからちょっとやっぱここがね、ベイプを吸うとね、効いてきてるときここがね、ジュワーンってなる感覚あるよね。今それを味わってる。そしてその次は、私も大好きなサティバの一つ、ジャックヘラーを吸ってみたいと思います。これが確か一番新しいフレーバーって言ってたかな？結構クリエイティビティとかに使う人が多いイメージですね、ジャックはね。なんか楽しくなるイメージだよね。定番のサティバの一種であるジャックヘラー吸ってみたいと思います。さっきグリーンクラックが結構フルーティーって言ったけど、全然ジャックの方がめっちゃフルーティー。吸い込むときはレモンで、もうちょっとね、エクセール、吸い込むときはレモンで、吐き出すときにもっと甘みが足して、鼻からもっとフルーツが抜けるって感じですかね。喉へのキック感ももうちょっとあるかな。多分なんかサティバ系のね、テルペンって喉にキュッてくる感じが多かったりするね。私昨日ブルードリーム普通の草吸ってたんだけど、やっぱ喉にギュッてきたもんね。おい、こちらの、こちらの、あ、楽しかった。次は、ベイプマニアさんオリジナルの CBD ベイプペンでございます。まず言いたい。パッケージが可愛すぎんか？パッケージはパッケージだろってなるよ。わかるよ。でも可愛くないか？ん？ベイプっていうのはですね、速攻性がやっぱり一番の魅力だと思うんですよ。こう頭痛いなとかさ、ちょっとイライラ、こうちょっとうーんってなっちゃってる時にスパスパって吸うと、まあ1分以内ぐらいで効果を結構感じれたりすると思うんですよ。それに比べてグミとかほらオイルとかっていうのはこう体感はこう感じやすいけれども、まあ量が多いからね。だけど効いてくるまでにやっぱり45分ぐらい時間がかかるから、使い分けですね。メリットを知っての使い分け大切になると思います。でもベイプは速攻性が一番の魅力、これを覚えておいてください。なごみ CBD ディステルトカートリッジさんも 1ml で CBD が 47.1% に 1.45% の CBG で、 CBDV が 0.1% 入っております。でこれだね、濃度が 47.1% っていうことですね。わあ、結構じゃあ濃度濃いめですね。こちらですね、6種類あるので3種類ちょっと選ばせていただきました。こちらのグランダディパープルとマンゴークッシュ、そしてこのナチュラルテルペン、こちらの3種類を吸ってみます。うん、まずはですね、グランダディパープルいってみます。うわ、やべえ、楽しくなってきちゃった。ああ、やっぱ私もっとタイマーとか吸った方がいいんだな、考えすぎちゃうよグランダリーパープルはね、あの紫のフラワーなんですよ。こう紫色のタイマーってあるじゃないですか。で、まあ、今となっては結構紫色のタイマーが出回っているけど、その90年代とかって紫色のバッツってなかなかなかったんだって。 CBD と CBG と CBDV が入ったカートリッジ、いただきます。グランダリーパープル、うまい。あのね、グランダディパープルちょっとグレープの味がしますね。ホワッと、でもホワッとなんですよ。嫌味な感じじゃない。でもちょっとあの松っぽいパイン系の味もしますかね。でグランダディパープルは結構重いインディカとされているので、これは体感を大きく得たい方、それかリラックスしたい方におすすめの品種になると思います。次はマンゴークッシュです。まあマンゴーはですね、ミルセンというテルペンを豊富に含んでいると言われているじゃないですか。でね、私はね、マンゴーのクッシュは吸ったこと、まあ、あるかな、ある気はする。でも基本的になんかすごいマンゴーの味はしなくって、なんかあ、なんかこの匂いのことをマンゴーって言ってらっしゃるのかなみたいなぐらいかな。でマンゴークッシュはね、品種、タイマの品種としては結構ハイブリッド寄りらしい。まあそのハイブリッド寄りかインディカ寄りかとかもね、まあ育てる人とか育った環境とかによってくるので、まあ何とも言えないんですけれども、マンゴークッシュ吸ってみます。いただきます。ん？おう、これが今まで吸った中で一番フルーティーかも。おお、あと喉のキック感がすごいですね。吐き出した後の喉のスパイシーな感じが、ほうほうほう、甘くてフルーティーなのが好きな人にはいいと思います。あ、ちょっと喉イガイガイってきちゃった。
で、中にはですね、テルペンの種類によって喉へのキック感が強いものもありますので、そういう時は無理せずにちょっとずつ吸うか、あとお水もしっかり同時に飲むようにしてください。はい。で、こちらはですね、ナチュラルテルペンなんですけれども、これはヘンプの味を完全に再現したやつなんだって。だから、we'll see。あら!色が違う。やっぱテルペンのジュースのあれだね、色によって違うんだね。全然色違うね。いただきます。ナチュラルテルペン。ヘンプの味だって。お私これが一番好きから。喉が結構今痛かったね。なんでだべ。なんかテルペンの種類なのかな。でも味が大麻みたい。とライブレーズンのカートリッジ吸ってるみたいな感じ。ナチュラルな好きな人はこのナチュラルテルペンいいと思います。次はこちらのなごあれ次はこちらのなごみ CBD ディステレートワックスを吸いたいと思います。ワックスといえば皆さんちょっと敷居が高く感じますよね。言ってることはわかります。だってなんかいろんな武器が必要だしみたいな。なんでベイプがあるのにワックスを吸わなきゃいけないのとかみんなあるじゃないですか。まあこういうベイプはその手軽さが一番の魅力だけれども、こっちは少量でガツンと効くみたいな。まあ単純に濃度だけで見ると、だってこっちが 47% でこっちは何パーセントなんだべ。 94.2% だって。なのでまあ単純にこっちの方が濃いんですよ。まあ値段もちょっと高くはなるんですけど、7種類あるんですけれども、この上の3つ、ゴーストトレインヘイズ、アンダーアムネジア、そしてスーパーレモンヘイズ、ブラックベリーの3種類を吸ってみたいと思います。ワックスを吸うペンを3つ持ってるんですよ。ペンっていうかデバイス、吸う方法なので、それを1個ずつ見せていきたいと思います。で、私が今回吸うのはこのペンタイプになっているワックスを吸うデバイスなんだけど、何かというと、これをね、よいしょ、取るとこの中がコイルになってんの。このコイルが熱くなるから、そこにワックスを落として、これを蓋をして吸うっていうものですね。似たようなものが CBD ショップとかには売ってたりすると思うし、もちろんベイプマニアさんでも売ってますので見てみてください。こちらのゴーストトレインヘイズ&アムネジアを吸ってみたいと思います。で、中には説明書も入っていて、吸引のコツなんかが書いてあります。で、ワックスはというと、一度も開けられてませんよっていう、こういう、なんていうんですか、フィルムもついてますね。なんかね、安心ですね。おい、おい。ヘイズっぽい匂いですね。ヘイズっぽい匂い。なんかね、私ヘイズの匂いを嗅ぐと、なんかね、コーラっぽいなっていつも思うんですよね。ちなみにね、このね、ダバーっていうのはね、あった方が便利だと思います。これダバーって言うんですけど、まあアメピンとかでも別にいけるけど、これが1個あると便利だから買っちゃってもいいかも。ダブする人は本当にこれくらい、米粒ぐらいでいいんだって。ここに落とします。あ、いいねいいね。あれ、あ、溶けてる。あ、煙出てきた。小さな米粒ですごい吸えんのよ。だから、ちょっとやっぱ連続で吸うと喉痛いね。これ多分熱が強いからかな。すごい軟腹しただって今めっちゃ吸ってるよね。こっちはさ 47.1 でさ、こっちは 94.2 でしょ。もう単純に倍だっていうことだ、含有量がね。だからあの1パフ、これの1パフは、あ、違う違う、こっち、あ、ガテメ、これの1発はこれの2発に相当するってことで、単純にね、そういうことか。でもちょっと来るね、やっぱボイーンって来るね。
ポイン。おお、まだ滑るよ。あ、でもやっと声出てなくなったから、今何拍ぐらいしたんだろう。でもすごい滑るんだから、あの米粒であんなに滑る。飛行機うるさいよ、本当にロサンゼルス多いのよ。いってらっしゃい。わ、でもやっぱね、今まで CBD のベイプを吸ったよりもね、あの頭にこう乗っかかってくる感じが違うね。ドゥーンって、やっぱ濃いからだろうね。わー、すごいです、来ますね。トロントロンです。私今水を飲みましょう。あとね、 CBD だけでもね結構喉乾くからね。みんな、次はこちらのブラックベリーを吸いたいと思います。ブラックベリーはね、なんかあれだよね、コラボかなんかだよね。 CBD を吸う。うん、やい、お腹空いてきちゃった、お腹空いてきちゃった、ブリブリになっちゃって。ブリブリじゃねえや、ブリブリじゃないですよ。 CBD ではブリブリって言いません。 CBD でちょっとあの今マンチになってます。はい、ブラックベリーです。こちらね、実はあっちで吸わせてもらったんだけどね、あのベイプマニアさんで。美味しかった。おー、いい、いいのよ、ブラックベリーの方のかな香りが好きです。で、みんなにちょっと次紹介したい武器があるんですけど、じゃん、これね、なんて呼ぶかわからないんですけど、なんかストローみたいになってんのね。で、これはワックスを吸う機械なんですよ、実は。で、これがですね、ベイプマニアさんで発売されるらしいんですよ。皆さんチェックしてみてください。すごい手軽なの。なぜかというとね、これと、あと、この510の、バッテリーだけ必要なんですよ。で、ここがくるくるになってるから、こうやって装着してね、で、ここがコイルになってるの。ここはストローなの。これで、こうやってワックスを吸えんの。私も初体験なんですよ。ちょっとやってみましょう。こちらの、ブラックベリークッシュ。うんうん。ベリー系のテルペンが入ってるもの、ブラックベリーとかは結構インディカものが多いですよね。いただきます。今五感死んだと思ったんだけど、マジで。イエーイ、あのあれが入りが甘かった。うっす。オーマイガー、結構入ってきますよ皆さん。うー、もうあんだけいっぱい吸っちゃったらこの後頭ビーンってなるから、もう分かってんだから私。いや、これすごくない？510があればだって吸えるよ、ワックス。ほら、わお。あれですね、分かりました。これに全部を突っ込むんじゃなくって、こういうのにちょっとだけ入れて吸うのが賢いのかも。行ってみよう。ええやん。でですね、ワックスもベイプと同様、温度が高いと喉に痛いです。煙はいっぱい出るんだけどね。で、低温でやると喉にも優しいし、テルペンもたくさん味わえますので、まずは低温から始めてちょっとずつ温度を上げていくのがいいんじゃないかな。あと、これをどっかに移して吸う際に、下がプラスチックだと、ここのコイルでプラスチックを溶かして吸うことになっちゃうので気をつけてくださいね。できるだけ触らないようにするとか、あとはグラスの上でやるとかがいいと思います。次はですね、こちらのボングとリグで CBD ワックスを吸ってみたいと思います。ちなみにね、 CBD ワックスをこれで吸ったことはないね、私ね。まあ、ブルドリンの動画をご覧の方は見たことありますかね、何回か。こちらはそう、新しく買ったリグです。結構前に買ったけど、あんま使ってないな、そういえば。忘れてた。スーパーレモンヘイズ、吸ってみたいと思います。スーパーレモンヘイズはね、サティバのなんか、もう定番のサティバって感じですね。やっぱコーラの匂いがするんですよ。レモンコーラやね、これ。で、こういうもので、ダックス、ワックスを吸う際にはですね、このボングとこのリグっていうやつと、あとこのカーブキャップって言って上にこうやって乗せるものが必要になります。あとはこれを熱するトーチが必要です。で、このトーチはね、出すとみんなにいつもびっくりされるんですけど、5、6年前に買ってからまだ終わってないです。まずはですね、ここのバンガーを温めます。えいっ、
暑すぎると本当に喉痛くて死ぬから、ここはマジで勝負なんですけど、この温度の見極め方はぶっちゃけ感覚です。感覚と、あとはこう温度を測るやつとか最近売ってるけどね。なのでちょっといい感じに下がるまで待ちます。こんなもんかな、行こうかな。はい、ということでスーパーレモンヘイズ AK レモンコーラいただきます。こんなもんかな。おや、ぶつけで、ここに落とします。そして蓋を乗せます。そして吸います。いいね、今温度がそんなに高くないのでいっぱい吸い込んでるけど、そんな咳しないね。そのスーパーレモンヘイズのレモンっぽさの中にちょっと松みたいな、なんかピネンみたいな松っぽい匂いもするね。喉のキックもちょっとあるね。CBD ワックスのね、面白い使い方のもう一つはね、ジョイントに入れたりとか、あとは草を吸うときにこうボングに草詰めて、その上にパラパラっと CBD 乗せたりとかもできるんですよ。あとなんかあれはシャグでさ、タバコ巻く人とかさ、シャグの中に入れてもいいんじゃないかなって思ったりする。そうするとね、ちょっとリラックス感も出せるので。でこちらのワックス、なんとですね、オイルと溶かして、オイルってあれね、 MCT オイルとかオリーブオイルとかごま油に溶かすことによって、飲んだりとかコーヒーとか紅茶に入れたりすることもできるらしいんですよ。なので一つ持っていたらワックスとしても吸えるし、これをオイル、 CBD オイルとして飲むこともできるそうなんですよ。すごいね。今日はこちら、たくさんの CBD と CBN 商品を試させていただきました。感想はですね、すべてレベルが高いなと思います。あと強いテルペンが好きじゃないっていう、もうちょっとナチュラルなものがいいなっていう人はいいと思いますね。ベイプマニアさんはこうテルペンの入れ方を知ってるというか、 They know not to be too much って感じです。いやー、でもちょっと今ですね、大量に CBD と CBN を摂取しまして、私時がゆっくりと流れております。はい、あとね、お腹すいた7月10日、7月10日をオイルの日とされていて、まあ、420業界では、ベイプだったりとか、こう、ワックスの日なんて言ってね、この各地のディスペンサリーで、セールなんかも行われるんですけれども、なんと、来たる7月10日ですね、恵比寿にあるベイプマニアさんの新店舗の CBD ラウンジにてですね、ブルドリー1日店長をやらせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。ブルドリアパレルも出店予定でございまして、ブルドリのアパレルとか小物も見ていただけるようになります。たくさんの人に会いたいなと思っているんですけれども、カウンター席がですね、予約制になっておりまして、あとはウォークインのお客様を入れさせていただくんですが、予約に関してなど詳細はまたソーシャルメディアや、YouTube チャンネルのコミュニティの方で発表していきたいと思いますので、そちらもチェックしてみてください。でそのイベントの日にはですね、みんなと一緒にチェキを取ったりとか、あとは CBN ハーブを使って早巻き大会だったりとか、ハウトゥーロールだったりとか、そんな楽しいイベントも企画しておりますので、ぜひぜひ、詳細が出たら見てみてください。いろんな方にお会いできるのを楽しみにしております。丁寧な接客で有名なベイプマニアさんですけれども、皆さんも足を運んでみてくださいませ。はい、ということで今日の動画はここまでです。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ということで皆さん、アイテム選びは慎重に、自分に合ったものを選んで、ライトが消えちゃった今、自分の生活に役立てていただけることを祈っております。はい、ということで今日もありがとうございました。じゃあねー、バイバイ。あ、シート、おしおしお、あ、いや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 、あ、たらー。